皆さんこんにちは、バンバルグルビッシュです。今回は、ギレンの野望ジオン独立戦争機、ジオン軍編、難易度はハード、続きをプレイしていきたいと思います。今ご覧いただいているのがマドラス基地攻略作戦の途中経過になります。すでに敵戦力の大部分は殲滅してあります。残っているのが画面上に映っているミディア輸送機だけなので、これをね、撃破して、このマドラス基地攻略をまずは完了させましょう。では、時間を進めていきまーす。こちらのメディアには、ティアンム中将が乗っていました。マサドで攻撃するのはちょっともったいないですけどね。ティアンム中将撃破しちゃいましょう。ネズミどもが、いい気になるからだ。本来だったら、育てていきたいエースに撃破させたかったところなんですけども、ミディアに逃げ回られると多少厄介なところもありますので、僕はもう撃破しちゃいました。最後に残ったミディアですね。これも撃破してしまいましょう。これで、このマドラス基地攻略完了になります。我が軍の勝利です。損害はちょっと出ましたけども、北京攻略作戦の準備すぐに取り掛かってですね、ギレンの部隊は、コンスコンの部隊と合流して、北京攻略に向かってもらいたいと思います。地球侵攻作戦の初期目的である資源の確保はほぼ達成した。今後も予定通り侵攻作戦を継続していく。だが兄貴、戦いを長引かせるのは良くない。兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も出始めている。今ならまだ兵士たちの士気も高い。先にジャブローを攻めた方が良いのではないか。勢いだけでは戦争には勝てんよ。しかし連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っています。ことは慎重に運ぶべきかと。 V 作戦と呼んでおるのか。はい。連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ。頼もしいな。しかしお前は未来のジオンを背負って立つ身、軽率な真似だけはしてくれるなよ。相変わらずですね、父上。私もジオン軍人の端くれ、親の七光で出世したなどと言われたくはありません。それなりの働きはさせてもらいます。 V 作戦か。ではマドラス基地攻略完了したので、キリマンジャロ攻略ですね、これを始めていきたいと思います。進行ルートを表示します。進行ルートはいずれもオデッサからですね、陸上、あとは航空、まあ、空路ですね。この2つのルートを使っていきましょう。それに偵察支援と補給支援、これを入れます。作戦期間を設定してください。作戦期間は10ターンで十分でしょう。了解しました。攻略作戦を発動します。各軍団への作戦指示をお願いします。ここにはマクベの部隊とユーリの部隊ですね、これを派遣していきましょう。早速ですね、その状況を作っていきたいと思います。まずユーリの部隊ですね。ここがファトンクルを、まあ、3機用意してますので、これ全部投入していきます。まずは、はい。ですね。まあ、数は少ないんですけども、案外も入れてありますので、ね、何回も有効活用していきましょう。で、もう一つがマクベの部隊ですね。このマクベの部隊もですね、ダブデ、これを用意してありますので、このダブデを使って、うまく戦ってもらえればいいかなと思います。マクベの部隊は、空路を行くユリよりも到着時間が遅れると思いますので、ちょっと早めにですね、キリマンジャロに向かってもらいましょう。3ターン後に到着ですね。有利の部隊は次のターンで向かってもらえれば同時にキリマンジャロに入れると思います。そうする。広大な地上を支配するために
一刻も早く正解点を確保すべきです。これはハワイ攻略作戦が来ましたね。北京、キリマンジャロ、ハワイと3つの攻略作戦を同時に進行する形になりそうです。まあ、味方ももちろん戦力分散するんですが、敵も戦力分散するので、ここはもう思い切ってですね、ハワイ攻略作戦も発動してしまいたいと思います。ではマドラス北京攻略作戦発動中ですが、北京攻略作戦ですね、これ具体的に指示出していきましょう。マッドアングラー隊を組織しましたので、これが2ターンで到着するのと3ターンで到着するのに分かれると思いますので、まず3ターンに到着する部隊先に発進させましょう。この後ガルマの部隊を次のターンで発進させれば同時に、到着できるかなと思います。では北京に部隊到着してます。マドラスからギレンの部隊、宇宙からはコンスコンの部隊を投入しています。どうでしょうね、ちょっと心配な、面がいくつか、特に敵の戦力が少し増えているのかなっていう点で不安がありますけども、頑張っていきましょう。ちょっと待ってね、これエース登場、ガイアでしょ、あとはシンクの稲妻も使いたいな。そうするとどうしよう、偵察支援をやめてシンクの稲妻入れましょうか。こんなところですかね。これでいきます。まあ、まずはしっかりこの北京を損害少なく、コンスコンとギレン、このね、2つの軍団部隊を使って攻略していきたいと思います。敵の数が、まあ、マックスで70というところですね。士官はいないようなので、ゴリゴリ押し込んでいきたいと思います。では部隊展開しました。ここからね、この北京の基地中心部へ向かっていきたいと思います。ギレの部隊は今まで特に編成は変わりありません。コンスコンの部隊にはガトーやカリウス、ケリーレズナ隊なんかを配備してあります。このあたりはしっかり使っていきたいですね。敵も味方もこの補給線上に展開することになると思うので、この補給線上の攻防戦を制圧しながら進んでいきましょう。では部隊展開していきましょう。進軍してきた敵の前衛部隊と交戦状態に入ります。ここはガトーですね。これはガンタンクです。このガンタンクを撃破して、一つ先の敵の拠点へと進んでいきたいと思います。こちらはケリーレスナー、目の前の敵を砕く、順調そのものですね。まあ、ここには先ほどご覧いただいたように敵の士官はいないので、まあ、あまり誰が誰を撃破するかというのは意識せずですね、ひたすら前へ進んでいきましょう。では時間を進めていきます。私には守るべきものがある。絶対に負けることはできない。貴様らのような輩に、どうやら敵の方ですけども、ガンキャノンが出てきてますね。あとガンタンクもスタックするほどに数が増えてきているので、連邦のモビルスーツ開発もちょっとずつ、そして確実に進歩してますね。まあ、ただガンタンク、ガンキャノンともに近距離戦が増えてだと思うので、接近して一気に撃破して回りましょう。さて北京なんですけども、ここに潜水艦が1隻、そしてこちらにももう1隻、さらにもう1隻と全部で3隻あるようなので、手持ちのですね、水陸両用タイプが、ゴッグ、アッガイと、ご覧の編成なので、ちょっともしかしたら時間がかかるかもしれないかなと思います。ですが、敵の地上部隊は順調に排除してますので、このままですね、基地中心部を目指して進軍を続けていきたいと思います。
さて、サイドセブン潜入のイベントが来ました。まあ、シャアをサイドセブンに送り込むかどうかですが、これ、ノーを選択しとかないと、デニムやジーンが死んでしまうので、ここはノーにしましょう。まあ、難易度がハードなので、まあ、デニム、ジーンクラスとはいえですね、パイロットは失いたくないというのが、この選択の意図になります。北京攻略作戦の続きに入っています。2ターン目ですね。基地中心部に、確実に迫っているんですが、やっぱり敵の潜水艦が2隻、3隻とあるようなので、まあ、これをどう、ダイエが危ない。かいくぐるかというところがポイントになってくるかなと思います。まあ、できるだけ、速やかに排除したいんですが、まあ、いかんせんですね、数が、こちらはゴックが1、アッガイが1という数しかいないんで、まあ、そこをですね、うまく使って敵の潜水艦をね、撃破していきたいと思います。ではようやく北京の基地中心部ですね、これこじ開けましたので制圧します。ただまだ敵の潜水艦なんかが残っていて、全く予断を許さないという状況ですね。この潜水艦どうやって撃破していくかっていうのはね、結構課題になりそうですね。まあ、その北京にいる敵の潜水艦部隊を今初めて攻撃しようとしているのが、このゴック、アッガイ、アッガイの部隊ですね。これで倒せれば、かつ損害なくいければですね、残っている潜水艦2隻を撃沈できるかなと思うので、ここはね、ちょっと要注目していきたいかなと思います。ここですね。貴様らの兵器の性能、見定めてやろう。さあ、しっかり潜水艦を撃沈できる。いける。そういう確信が持てましたね。北京攻略戦ですね、これで完了できると思います。潜水艦を最後撃沈しにかかりましょう。コンスコンの部隊とギレンの部隊、投入したことによって、まあ、損害多少は出ましたが、従来この北京はね、大戦力が集結する傾向にあるので、まあ、その中においてはですね、比較的軽微な損害でこの北京の攻略が完了できたのかなというふうに思います。まあ、少数ですけど、ゴック、アッガイ配備しておいてよかったですね。これいなかったらね、ちょっと厄介なことになってたかなと思います。では最後に撃沈です。兵器の仕組みを理解し、性能を引き出す、これが技術者の戦い方だ。北京の攻略完了です。敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。では続いてですね、キリマンジャロの攻略戦途中になっているのがありますので、キリマンジャロの攻略ですね、これも続けて、プレイをしていきたいと思います。キリマンジャロの方はもう陥落寸前まで敵を追い込んでますので、このターンでね、キリマンジャロを攻略していきたいと思います。では最後の防衛要塞撃破して、このキリマンジャロ敵の全部隊撃破完了です。今回北京とキリマンジャロ2つの攻略完了、ハワイの攻略は仕掛かり中というところになります。再びドズルからサイドセブンの潜入に関するイベントの話が来てますね。はい、では占領地域において軍への不満が上がってきているという話がありますけども、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、じゃあこの占領政策実行しつつですね、ハワイの攻略作戦の準備進めていきたいと思います。